皆さんこんにちは、国際総合科学部の教員の小川仁です。そしてこちらが、国際総合科学部学務係の牛見です。硬いめちゃめちゃ硬い皆さん知ってますよね、学務係の顔の牛見さん。僕らもね、早く皆さんに会いたいんですけれども、なかなか今オンライン授業とかね、そうですね、ね、はい、なかなか思うように皆さんと会えなくてとてもこう寂しく思ってます。でもね、牛見さん、はい、あの人類とウイルスの戦い、はい、これも今までもありましたけど、はい、ずっと人間が勝ってきたんですよ。そうなんですか。なんでだと思います。なんでですかねもちろんそれは牛見さん勉強するからですね。あ、さすが、ね、はい、さすが勉強するし考えることができるからですね、はいはい、僕哲学者なんですけど一応考えることが仕事なんですよ、はい、でこの時間を利用してね、いろんなアイデア今考えてるんですけど、はい、牛見さんなんかあります。どうしてこのウイルスとの戦いを乗り切るか。まあ、何も考えてないですけど、ね、ステイホームですね。ステイホームね。で、はい、今日ね、はい、きっかけにぜひ考えてください、はい。そしたらね、この今の時間有意義になりますしね。はい。はい、あと何かストレス解消法あります？ストレス解消法ですか？はい。今はもう今ないの分かります。このお腹見たらね。はい、まあ、でも家族全員でゲームしてますね。家にこもって。いいじゃないですか。はい、でもね、一人でもできることいっぱいあるんですよね。はい。はい、例えば僕だったら筋トレするとか、ちょっと料理をね、はい、の腕を磨くとか。はい、でそこでね、重要なのは、はい、この今度みんなに会った時にそれを披露するっていう気持ちでやってるとね、割と何でもワクワクしてできるんですよね、はいはい、だからどんなことでもいいんですけど、そういう気持ちでやるとね、はい、僕はどんなことでもストレス解消法になるんじゃないかなというふうに思ってます、はい、最後にちょっとメッセージいきましょうよ。ビシッとビシッと決めましょうよ。先生とそれからジムの、ね、スタッフの皆さんとは車の両輪ですからね、僕ら今日2人で出ましたけれども、メッセージもね一緒に読みたいと思います。息ぴったりなとこ見せます。いきますよ、せーの。山口大学学生の皆さん、皆さんと山口大学はつながっています。すごいじゃない、リハーサルなし。ありましたね皆さん元気でね。はい、待ってます。バイバイ。